ありがとうございました。で、あ、お越しいただきありがとうございます。で、ですね、この後僕が、1時間弱お話しさせていただいて、で、その後、少しまた休憩などを入れた後に、まあ、ライトニングトークもぜひやりたいと思いますので、で、もう一つ、中畑さんの方に、この回などを通じて、この回だけじゃないと思うんですけど、この回などを通じて、作られたサイトの紹介事例などを、させていただければと思いますので、もし他にも何かこういうのを僕はできるよとか私はできますというのがあれば、その時に、任意なので、もしよければ発表していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。で、今日僕の方はですね、ワードプレスで作成したウェブサイトを、携帯とかスマートフォン対応するということのお話をさせていただきたいと思います。で、今日のアジェンダとなります。はじめに、自己紹介とはいえ誰だということもあると思うので、自己紹介をさせてください。先ほどだとあまり知らない方も結構多かったので紹介させていただければと思います。で、その後に今日のメインテーマである、ワードプレスの、携帯とスマートフォンにどうやって同一 URL で、切り替えるかというお話をさせていただきます。で、その後にですね、ワードプレスというツールは、オープンソースの CMS なので、結構勉強会とかが盛んです。なのでその紹介をさせてください。で、最後に実業ということでやらせていただきたいと思います。で、初めにそもそもなんですけど、ワードプレスって言ってわからない方っていらっしゃいますか？一応そこが今日は前提になっているかと思うんですけど。あ、大丈夫ですね。なので今日、ワードプレスとは何かという説明はしませんので、ご了承ください。で、自己紹介となります。僕の名前は星野邦俊と言います。Twitter は K 星野でやっていますので、もしよければフォローしてください。Facebook は実名でやってます。よろしくお願いします。で、基本的にもともとは、会計事務所に勤めてまして、でそこで、趣味でホームページを作っ全然仕事とは関係なくホームページを作ったんですけど、その時に運営してた趣味のサイトが、広告収入が、アフィリエイトも含めて増えたので、法人化に至っています。で、なので、そういう意味では、独学上がりではあるんですけど、その後インキュベーション施設とかそういうところをこうで起業しながらいろいろな政策の勉強をしまして、で最近はワードプレスを使って、自分のサイト以外にもですね、他社さんのサイトとかも結構作らせてもらったりしています。で、ワードプレス大きなイベントが結構ありまして、これのスピーカーやスタッフとしても関わっています。つい直近だと、昨年の11月にですね、楽天タワーの2号館の方でワードキャンプ東京2011というイベントがあったんですけど、こちらの会のスタッフとして、関わってですね、会計とかスポンサー周りの担当は私だったんですが、それとあとスピーカーとして、40分ぐらいですかね、お話をさせていただきました。30分だったかな、確か40分だったと思うんですけど、はい。で、ワードプレスって検索したときに、一番上に来るサイトがあると思うんですけど、この日本語公式サイト そのイベントカレンダーの更新なども、ほぼ私が一人でやってますので、もし抜けてるイベントがあれば行っていただければ追加しますので、ぜひお願いします。で、ワードプレスの公式プラグインとしてもですね、いくつか作らせてもらったりしています。そういう意味では仕事とは関係ない、誤解をそれぞれにして言うなら結構お遊びなプラグインだったなとか多いんですけど、例えば天気予報が、表示されるプラグインだったり、あと何日間ブログを更新してないか分かる管理画面から分かるプラグインとか、そういうのを作って公式で上げてますので、もしよければ落として使ってみてください。はい。で、そういう意味では結構アフィリエイト上がりというところもあって、結構いろいろなところで最近はお話しさせていただいたりもしてます。はい。で、自己紹介はそのような形で、早速なんですけど、ワードプレスで携帯とスマートフォンにどうやって対応させていくかのお話をさせてください。はい。で、今日のためにじゃないんですけど、サンプルのサイトということで、ちょっとアフィリエイト色はあんまり強くないんですけど、サンプルサイトとしてですね、よくお見せする、数日間のサイトを例にちょっと説明させていただければと思います。こういうサイトをですね、ワードプレスで作りましたと。で、全国に水族館というのがどうやら110個ぐらいありますよと。で、その水族館のこういうこれワードプレスなんですけど、ワードプレスの過去 今のデフォルトテーマは、2011というテーマなんですけど、その1個前に2010というテーマがありまして、その2010ベースの個テーマなので、そんなに制作時間をかけずにそのデザインをそのまま使っています。だからそういう意味ではデフォルトテーマで、例えば、それぞれの記事にあるこういう、
地図とかもまとめていたりとかして、でそうですね、まあ、じゃあサンシャイン水族館とかクリックすると、あ、多分ネットが e モバイルだからと思います。こっちないじゃないですか。で、こうやって水族館の、例えばサンシャイン水族館だったら、これ PC サイトから見た場合ですけど、こういう形でそれぞれのサンシャインの、この画像とか、あとこういう水族館情報です。こういうものは、まあ、自動で持ってきたりしてます。で、ワードプレスをそういう意味では、PHP とか分かる方からすると、CMS、PHP のフレームワークとして使っていて、で、中にデータを管理画面から入れて、こういうふうに作っています。はい、で、この辺の、旅行関係はその水族館のある場所、今ある場所からの2点間距離で近いところ上位6件とか9件とかを取っていて、まあ、これをクリックすると、まあ、普通に、まあ、ジャランさんのホテルに飛んで、まあ、これが、まあ、他社さん、エハスさんじゃないんですけど、他社さんでやってるアフィリエイトの、エハスさんは公開の API がないので使えないんですけど公開 API が公開されてないとどうにもならないので楽天もだったら楽天の API がなかった、なのでこういう形で出すっていうことが、まあ、できたりします、はい。で、まあ、こういうサイトは、今日はこの説明じゃないんですけど、何でしょう、PC サイトなんですが、例えばこれをツールで Fire Mobile Simulator というので、まあ、ユーザーエージェントを偽装します。でヘッダー情報を変えてスマートフォンからアクセスしたときはどうなるかというと、同じページなんですけど、こういう形でこれがスマートフォンから、まあ、多分皆さんの端末から、皆さんのスマートフォン対応スマートフォン端末から見てもこうなると思うんですけど、 iPhone とか Android 端末から見ると同じさっきの PC サイトがこういう風になって、ここが折り込んでいて、ボタンを、まあ、手でクリックするとこうやって、これ JQuery モバイルというのを実装してるんですけど、こういう形で閉じて見れたりとか、あととはいえまだいわゆる一つのガラケーといいますか、従来型の携帯電話もまだ盛んだと思いますので、その場合はこういう形で同じ URL なんですけど、これ普通のドコモの携帯とか今までの携帯とかで見るとこういう形で見れると。なので同一 URL でコンテンツの入力は1箇所なんですけど、見る端末によって振り分けるということがワードプレスの場合は無料でできます、はい。なのでその説明をさせてもらえたら、他の CMS とかになるとこういうプラグインは有料で1サイトを10万円で売ったりとか、まあ、いろいろあって、まあ、それどっちがいいかっていうのは僕の判断できるところじゃないんですけど、まあ、少なくともワードプレスにおいてはそれが無料でできるので、まあ、そういう意味では選択肢の一つとしてはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで PC にダウンロードします。はい、で、じゃあ早速説明をさせていただくんですけど、この辺はいいですよ。あ、で、今日の説明にあたって基本的には PHP とか分からなくても大丈夫なんですけど、まあ、とはいえ WordPress というツールは PHP と MySQL というものでいます。 PHP というのはプログラムで、 MySQL というのはデータベースなんですけど、まあ、そういう汎用的なプログラムとデータベースからできているので、まあ、知らないよりはやっぱり知ってた方がカスタマイズ性が高いですので、もし何か勉強する人は特定の本とかでも勉強してもいいですし、僕もブログをちょっと書いてまして、ここのブログに今までやったセミナーとかの PDF 資料、例えば今日の講師資料とかが出てるので、もしよければ参考にしてみてください。で、早速なんですけど、スマートフォン対応をしようと思ったときにですね、ワードプレスをスマートフォン対応しようと思ったときに、大きく分けて、僕の認識なんですけど、方法が3つあります。1つが、プラグインを入れるだけで、スマートフォンっぽいサイトになるっていうプラグインがあります。まあ、今回は具体的には WP タッチっていうのを説明させていただくんですけど、そういう方法があって、それはもう本当に簡単で、プラグインを入れるだけで、スマートフォン対応になります。で、方法2というのがあって、これはそういうふうな形で、なんでしょう、プラグインとかも使わずに、ワードプレスのテーマっていうのがあるんですけど、その、
要は、ワードプレスのデザインというのはテーマで変えるんですけど、そのテーマ自体を、HTML5 と CSS3 っていう新しい、標準の仕組みを使ってですね、CSS3 にメディアクエリというのがありまして、このメディアクエリを使って横幅を縮めると自動的にあのカラムが2カラムが1カラムになったりとかができるので、そういうふうなことをして、対応するという方法があります。で、3つ目があの、方法1の方法もそうなんですけど、ユーザーエージェントで振り分けるという方法です。で、1の方法はスマートフォンのプラグインというのは、そのプラグイン自体がユーザーエージェントを振り分けています。つまり携帯とか、あとはスマートフォンとか、こういうスマートフォンとか、あとは携帯電話とかでどこかのサイトにアクセスしようとしたときに、そのアクセスしたら、そのドコモから来たとか、iPhone から来たとかっていうのは、実はサーバー側では分かるので、そのヘッダー情報のことを、まあ、ユーザーエージェントっていうふうに、まあ、分かりやすく、ざっくり言うと言うんですけど、それで iPhone から来たら、このサイトを見せるっていうような風ができるので、そういう形で、それぞれの端末ごとの、最適な、ワードプレステーマを、まあ、3つ作ることになるんですけど、作って振り分けるという方法があります。で、まあ、それぞれのメリット、デメリットは最後にお話しさせていただくんですが、上の方が、難易度は簡単です。例えば一番上なんかプラグインを入れるだけで終わるんで、はい、で下に行く場合行くほど工数がかかります。あの作業時間がかかるので、あのその辺はあのそれぞれ の, そのサイトの、まあ、制作者の方だったら、サイト の, その何でしょう、あの、かけられる工数とかによって判断されるといいんじゃないかなと思います。で、まずはじめに方法1のところなんですけど、スマートフォンに自動対応するプラグインというのがありまして、まあ、ワードプレスの中で世界的に有名なのになると、WP タッチというのがあります。これをインストールして有効化すると、あの自動でそのスマートフォンっぽく見れます。はい、で、一つ例をお見せするんですけど、まあ、例えばこういうサイトがあります。まあ、ただのテスト環境に使っているブログなんですけど、まあ、こういうブログがあったとして、さっきの WP タッチ入れるとどうなるかっていうと、その WP タッチを有効化してログインをするとこういう感じになります。つまり、さっきこれ同じ URL なんですけど、このブログ、これは PC から見た場合で、さっきの WP タッチというのを、インストールして有効化するだけで、まあ、こういう形になって、あの要はスマートフォンっぽくなって、この部分は今 PC でユーザーエージェントを実装してみてるから、あのクリックになってますけど、これ手でこう触ればこういう形で、あの要は中の文章が出て、でこれをクリックすると、あの要はその各ページに飛ぶっていうことが、 WP タッチというのを使うと、まあ一発でこのぐらいまでいきます。はい、でこれでいいんじゃないかって話もあるんですけど、まあ、例えばカスタムフィールドとか、今日はちょっと説明できないんですけど、あのワードプレスのカスタムフィールドとか使って何か例えばデータを入れてる場合、このデフォルトのテーマだと当然そのカスタムフィールドの場所が出ませんので、なのでもし、自分で PC サイトで結構カスタマイズしてる場合は、これを入れただけだ と,、特定の場所しか、本文とタイトルしか出ないとかになっちゃうから、結局このプラグイン自体をカスタマイズするか、方法3の方法で対応するか、2択になると思います。で、まあ、こういう方法があって、まあ、今みたいな形で結構気軽にこの WP タッチというのを入れると、スマートフォン対応されます。で実際どうやるんだっていう話で、まあ、本当に簡単で、会議画面ちょっと薄いですけど、会議画面に入ってで WP タッチっていうのを検索すると、出てくるんで、それを入れてください。まあ、ここにいる方は、ワードプレスわからない方が少なかったんでご存知かなというふうに思うんですが、まあ、これワードプレスの管理画面ですね。今の最新が 3.3.1 なので、この 3.3.0、 あ、これは 3.3.0 ですね。 3.3.1 の管理画面が、まあ、ほぼこんな感じです。でここにプラグインってあるんで、プラグインの新規追加をクリックするとこういう画面が出てくるので、ここに WP
タッチとか入れて検索をすると、まあ、こういう形で出てくるので、まあ、僕はもう入れちゃってるんで違う表示になってますけど、今すぐインストールって出るので、今すぐインストールをして有効化をするともう使えます。はい、まあ、それを入れるだけで、PC サイトで見たらこうなんですけど、スマートフォンで見るとこういう風になります。スマートフォンというのは、まあ、具体的に言うとモバイルサファリなどのブラウザでアクセスした場合という意味です。なので、まあ、具体的には Android 端末だったり iPhone で見た場合です。はい、で、まあ、今みたいな形で管理画面にからも入れられるんですけど、もし FTP で上げる場合は WP コンテンツの中のプラグインズフォルダーの中に入れてください。で、WP タッチは入れた時には日本語になってないんですけど、なんか管理画面に WP タッチの項目が出るので、そこのランゲージってところがありますから、そこをジャパニーズにすると、中の管理画面の中の説明ですけどが一部、ちょっと怪しい日本語もあるんですけど、基本的にはちゃんとした日本語が出てきます。あ、で、WP タッチは実はワードプレスのプラグインは基本的には無料版が多いんですけど、今のは無料であそこまではできるんですけど、有料版っていうのもありまして、まあ、1回199ドルを払えばずっと使えるんで、まあ、今円高なんで、まあ、1万5、6000円だと思うんですけど、それを払うと、全然制限なく、この有料版というのを継続して、アップグレード版もそのままずっと使えて、使えるので、人によると思うんですけど、もし制作で開発をされている方とかはこれを買うといいかもしれません。具体的に何ができるかっていうと、まあ、いくつかあるんですけど、大きいところとして、iPad に対応とかします。WP タッチの無料版は iPad から見ても PC サイトが見えます。ですけど有料版になると iPad から見たら iPad っぽくなります。具体的には、Gmail とかは、デフォルトの iPad にもともとついているメールとかと同じようなインターフェースになって、左側にメニューが出て右側にホームが出るという仕様に。で、あと有料版になると、なんか、なんでしょう、なんかいろいろアイコン、出せるアイコンが増えたりとか、なんかそういうのもあるんで、まあいいかもしれない。こういうのが管理画面から設定できるっていう意味ではいいです。ただ実は無料版でも、自分でカスタマイズすれば、こういうのができるんですけど、そのカスタマイズを、無料版もカスタマイズしていいんで、ただ、カスタマイズのがちょっとめんどくさいとかになったら、管理画面から。できるやつがおすすめなのかもしれないです。で、まあ、以上で、この方法1の方法、プラグインを入れて、まあ、今みたいな形で対応するってことの説明となります。はい、で、ちょっと、ざっと説明させていただいた後に質問の機会を設けさせていただければと思うんですけど、じゃ続いて方法2の方法の説明をさせていただきます。はい、で、方法2の方法は、CSS3 っていうのがあって、これで、メディアクエリの方法で対応するというのがあります。で、具体的にはですね、実はワードプレスのこれは実験ブログってあるんですけど、これは2010っていう過去の1個前のバージョンのデフォルトテーマなんですけど、まあ普通に管理画面に入ってですね、テーマ、で、例えば、2010、これか、2011、はい、で、2011にはテーマを切り替えました。そうするとどうなるかっていうと、まあ、これが今ワードプレスを入れた時点 の、 デフォルトテーマだと思います。これ、2011というワードプレスのテーマで、まあ、余談なんですけど、ワードプレスは、2010年の6月、1年半ぐらい前に 3になりました、バージョンが。それまでは 2.9 とかだったんですけど、ワードプレス 3.0 になってから以降は、毎年ワードプレステーマをデフォルトを変えるっていう方針でやってます。で、今 3.3 にこの間、ついこの間バージョンアップしたんですけど、次、今年の4月、3、4ヶ月後に、ワードプレスのバージョンが 3.4 になる
ということが決まってます。で、大体今、開発スピードが大体、小数点、例えば 3.4、3.5、3.6 とかになるのが大体3、4ヶ月に1度ぐらいのペースになっていまして、で、次のバージョン、3.4 の時には、デフォルトテーマがまた変わるそうです。はい、でも少なくとも、今の時は、この2011というのになっていて、これはですね、横幅を、よし、こう、今こう、こうある、あると思うんですけど、これ横幅をですね、こうやって縮めていくと、この左側のこの部分を見ていただければと思うんですけど、あるところまで行くと、メニューバーが落ちる。で、これ落ちたらどこに行ってるのかっていうと、この下に、下にこう落ちてる。はい、まあ、具体的には、この、2011に関しては、800ピクセル以下の時は落ちるんですけど、で、さらに縮めていくと、この検索窓、ここに検索窓があるんですけど、ちょっと見にくいかもしれないですけど、ここに検索窓があって、これがある程度まで来ると上に上がるとか、であとこの画像がそれに応じて、その横幅に応じて最適な形で自動で縮まるとか、こういうふうな仕組みのことをメディアクエリを使っての対応ということで、レスポンシブウェブデザインっていうんですけど、こういう考え方がありまして、で、こういうのを、CSS3 で、メディアクエリっていうのを、CSS ファイルの中に書くと対応します。で、ちょっとその説明をさせてください。で、そういうふうな形のワードプレステーマを作る。で、これは具体的にはそういう意味では極端な話、ワードプレステーマである必要はないんですけど、まあ、こういうのを CSS の中に書くと対応しますので。で、こういう方法があります。で、最近はワードプレステーマでも他にもホワイトボードとか、まあ、他にもいくつかあると思うんですけど、今のはデフォルトテーマなんですけど、このデフォルトテーマ以外にもこうメディアクエリ、横幅をこうグッと変えたら、こう自動でこのスマートフォンっぽく最適化されるようなテーマっていうのもいくつか出てきてるんで、まあ、デフォルトテーマである必要はないんですけど、いろんなテーマが出てきてるんで、もしよければ探してみてください。まあ、自分で作るのが一番早いと思います。制作できる人は作る方が、まあ、カスタマイズがしやすいと思いますけど、で、具体的にどうしてるかっていうとですね、ワードプレスのファイルを落としてくるとこんな感じになると思うんですけど、まあ、これワードプレスを落としてきたファイルなんですけど、この WP コンテンツの中にテーマズフォルダーっていうのがあるから、この中の2011になると思うんですけど、これが2011のファイルなんですけど、この中に、style.css っていうのがあるんですが、これですね、これのこの辺の CSS を見るとですね、ここに、今の最新バージョンでやると2252行目からレスポンシブルストラクチャーっていう項目があると思います。これを、書くことによって、今みたいな形で横幅を縮めています。見えますか？もうちょっと大きくした方がいい。これ大きくてどれ、これだっけ、16ぐらい。で、どうしてるかっていうと、これはまあ CSS3 で @media って書いて、MaxWidth800 ピクセルって書くと、要はここに行き着くまで、この上の部分までは、関係ないんですけど、ここ以降になってくると、CSS って上から下に読み込まれますので、要は下の方が優先されますから、この場合においては、800ピクセル、MAX が800ピクセルなので、800ピクセル以下の以下の時はここを優先させるというふうに書いてます。で、この中に800ピクセルの時のやつ、例えば具体的にはカラムを下に落とすとか、そういうことが指定されてます。で、ガーって指定されてて、あれ、
で、もうちょっといくと、メディアで、マックスウィズで650ピクセルって書いてます。なので、この時は650ピクセル以下の時のものが、要は優先されるっていう感じかな。で、さらにいくと、まあ、450とか、あとここですね、オンリースクリーンで、320か、または480。これ多分 iPhone の 3GS とかの解像度を前提にしてると思うんですけど、とにかくと、その時、例えば横幅が320ピクセルとかできた時は、こちらが優先されるというような書き方をします。で、こういうのをスタイルシートの中に書きますと、先ほどの、まあ、この横幅がこう推移していくと、見え方が変わるっていうような、スタイルシートが自動で書けるので、これをワードプレステーマの中に組み込んで、で、対応させるっていう方法があります。はい。はい、まあ、こういうのをレスポンシブウェブデザインって言うんですけど、このスライド資料も公開しますんで、大丈夫です。もし、メモ程度のものを取っていただければ、後でこれ自体は復習できますので、よろしくお願いします。で、まあ、それが例えば分かったよって言っても、じゃあ今度は CSS をカスタマイズしなきゃいけないよねって話になるので、ちょっとめんどくさいと。要は CSS のカスタマイズを、このメディアクエリを使って、サイトのテーマを作るっていうこと自体が、若干その、工数がかかるので、めんどくさいっていう場合は、ワードプレスの特徴として、固テーマというので、作ると、なんだろう、そのをフレームワークとして、非常に簡単にデザインなどをカスタマイズすることができます。で具体的にはですね、例えば2カラムに、各記事に行くとワードプレスのテーマって、これ1カラムになっちゃうんですけど、これを2カラムにするとかも、固テーマですぐに作れますし、あとは、僕の友達で、おでさんってのがいるんですけど、まあ、出しても大丈夫的な、出してもまあ商用的に何も言わなそうな このサイトも要は2011を固テーマにして作る、このサイト と、全く同じなんですけどデザインをこれにこんな感じになる、つまりですね、2011でこれだけのファイル数があるんですけどここに数ファイル、別のフォルダに数ファイル足すだけで、こういうデザイン、まあ、デザインをガラッと変えるような形の、サイトを作ることができます。さっきのこの水族館のサイトもそういう意味では固テーマで作ってますので、これは2010ってのを前提してるんですけど、それの数ファイル変えるだけで、こういう感じのサイトができるっていうので、スマートフォン対応とは若干ずれるかもしれないんですけど、これ固テーマという概念があるので、ワードプレスの場合は、このワードプレス固テーマというのを自分で作ると、すごい便利なので、もしご存じない方で、かつワードプレスのテーマカスタマイズをされる方は、覚えておくと便利なんじゃないかなと思います。具体的には、ワードプレスの他のテーマをベースとして、必要な部分のみファイルを変えることで、今みたいにデザインを一部分だけ修正するということができます。で、まあ、この辺のメリット、デメリットは、今度、今日はスマートフォン対応の話なんで、後ほど資料を見ておきます。で、まあ、結構作るのは簡単で、CSS、スタイル CSS っていうテーマの中に、ワードプレステーマとして認識される時の、書式、決まり事なんですけど、これをスタイル .css に書かなきゃいけないんですが、固テーマの場合は、ここにテンプレートっていうので、参照する親テーマフォルダを書くと、出てきます。まず固テーマの説明ですと、このぐらいで省略させてください。で、方法3の方法がありまして、これはユーザーエージェントで振り分けて、PC とスマートフォンサイトとガラケーのそれぞれのサイトを作るっていう方法があります。で、さっきから、ブラウザ、ヘッダー情報、要はヘッダー情報を結構偽装して、ブラウザで、スマートフォンサイトとか、こういうサイトとか見てますけど、これどうやってるかっていうと、Fireworks のアドオン機能に Fire Mobile Simulator っていうのがあるので、まあ、これを使うと、
今みたいな形で PC で実機を使わずしても、なんとなくその、なんでしょう。今こういうデザインになってるんだなっていうのが分かるので、まあ、結構便利です。はい。でですね、まあ、ユーザーエージェントで振り分けて、まあ、PC とスマートフォンサイトとガラケー、まあ、いわゆる今